社員も無理だと思う。それはどうかな。お、あそこまた来たよ。待っても無駄だって。よーい、ドン。お、社員列車に追いついてるよ。お、また抜かれた。ほら。そんなことだろうと思ってエンジンを改造してきたんだよね。エンジン最高出力だ。よし、行くぞ。うわ、ありえない、チャインがあんなに速いなんて。どうだ、俺の勝ちか。俺こそが一番速い車なんだ。なんだ、どうなってるんだ。早く行ってみよう。エンジンから煙が出ていると。止まって、社員。止まらないんだ。勝手に動け。助けて。スピードの出しすぎは危ないよ。休みの日にタヨが川沿いを楽しく走っています。お疲れタヨ。お疲れ社員。お今日はなんかいつもと違うね。分かっちゃった。実はこのタイヤ最新モデルなんだよ。ああ、そうなんだ。どう、かっこいいだろ。前より速く走れるんだぜ。すごくかっこいい。どいてどいて。びっくりした。スピーディー。二人ともごめんごめん、びっくりした。そんなにスピードを出して他の車にぶつかったらどうするの。心配ないよ、俺は世界一速いんだし、車を避けることくらい簡単だよ。スピーディーが一番速いって。俺より速い車がいたら会ってみたいよ。ここにいるぜ。なんだって。最新モデルのタイヤさえあればスピーディーなんて大したことないよ。タイヤを変えたからって俺に勝てると思うのか。勝って当然だよ。じゃあレースで勝負するのはどうだ。レース、いいよ。二人とも。じゃあ出発。俺に勝てると思うな。待って、そんなにスピードを出したら危ないよ。お、なかなかやるな。ヤッホー。これでもついてこれるか。ダメだ、そんな。やっぱり俺の方が早いだろ。今日は車が少なくて静かだね。久しぶりに暇だ。スピーディーか。このままでは大変だ。今度は社員か。あの二人、なんでこんな危険なこと。早く追いかけよう、ルーキー。もう諦めたら。まだ終わってないよ。君たち、そんなにスピードを出して事故にでもなったらどうするんだ。危なかったぞ。ごめんなさい。タヨ、だから危ないって言ったのに。一度や二度じゃないぞ。君たち今度したら走行禁止だ。走行禁止、ひどいよ。ゆっくり走ればいいじゃないか。いいな、肝に銘じること。はい。じゃあ俺たちは先に行くぞ。さようなら。勝負はどうする。勝負？俺の勝ちだろ。何言ってるんだ、追い越すところだったのに。ずっと後ろにいたのにそんな大口を叩いて。俺が先に出発していたらその逆だったよ。なんだと。またやるのか。また始まった。君たち何してるんだい。マット、こんにちは。どうしたんだ。俺の方が速いって。二人とも自分の方が速いってずっとあんな調子で。ああ、そういうことか。スピーディー、シャイン、
君たちだけで言い合っても無駄だよ。うん、車輪があるもののうち一番速いのが何だかわかるかい？車輪があるもののうち一番速いの？それは高速列車だ。高速列車？うん、君たちがどんなに速く走っても高速列車より速くないと思うが、だからもうレースはやめて早く帰りなさい。さすが物知り博士マットだね。じゃあ私はもう行くよ。またねマット。ああみんなまた。もう喧嘩しないよね。高速列車が一番速いって？じゃあ高速列車とレースすればいいんじゃないか。高速列車とレース？高速列車に勝てば世界で一番速い車ってことだよ。それはいい考えだ。なんだって？早く高速列車のところに行こうぜ。いいね、出発。おー、二人とも。ここにしよう。社員はいつ来るんだ？遅れてごめん。なんで遅れたんだよ。ちょっと用事があって。じゃあ始めようか。ここは空いているし、どんなに早く走っても大丈夫だよ。それにパトカーもあまり来ないんだぜ。本当に危ないよ。ここは大丈夫だよ。さっきはちょっと遅かったけど、今回はちょっと違うぜ。じゃあ先に挑戦してみるよ。あ、来たぞ。ちびっこバス、タヨ。よーい、ダーン。俺の方が早いんだ、見てろよ。お、あ、えい。遅れてる。だろうな。もう走れないよ。スピーディー大丈夫？早すぎる、勝てそうにないよ。よし、次は俺の番か。おい、社員も無理だと思う。それはどうかな。お、あそこまた来たよ。待っても無駄だって。よー、おお、社員列車に追いついてるよ。おお、また抜かれた。ほら。そんなことだろうと思ってエンジンを改造してきたんだよね。エンジン最高出力だ。よし、行くぞ。ありえない、社員があんなに速いなんて。どうだ、俺の勝ちか。俺こそが一番速い車なんだ。なんだ、どうなってるんだ。早く行ってみよう。エンジンから煙が出ているぞ。止まって、社員。止まらないんだ。勝手に動け。助けて、ちょっと止めてくれ。やっちゃった。社員、大丈夫？大丈夫だと思う。急にどうしたんだよ。実はレースには負けたくなくて、内緒でエンジンを改造したんだ。だからエンジンが壊れたんだ。ごめん。なんでそんな危険なこと。話は後だ。それより高速列車が来るかもしれない。社員、早くここから出よう。なんでだろう。エンジンがかからなくて動けない。なんだって。こいつは大変だ。レッカー車での移動が必要だよ。じゃあ早くトトを呼ぼう。でもレッカー車がいる場所はここからかなり遠いよ。もうどうしよう。俺が行ってくるよ。スピーディー、俺が飛ばしていけばきっと間に合うはず。頼んだ、スピーディー。心配するな、社員、俺を信じろ。早く行かないと。
ピーディーは社員を助けるためにレッカー車のトトのところまで急ぎました。そんな渋滞してる、間に合わないよ。あれルーキーとパート、よし助けを求めよう。最後のチャンスだ、肝に銘じること、どうしよう、今度こそ本当に走行禁止だよ。スピーディー早く来てくれ。でも今は社員を助けることが先だ。なんだって、また危険なことをして。ごめんなさい。ルーキー、社員が危ない、ひとまず急ぐぞ。パット、スピーディー僕たちについてきて。道を開けてください、緊急です。ごめんなさい。パットとルーキーは社員を助けるためにスピーディーと一緒に急ぎました。タイヤが挟まって僕だけの力じゃ動かない。ごめんタヨ、俺のせいで。大丈夫だよ社員、でもどうしよう、動かす方法がないよ。高速列車が来る。俺どうすればタヨ。スピーディー、なんで来ないの。二人とも、スピーディー。危なかったぞ。ごめんなさい。もう二度としないよ。でも君たち、規則は規則だからしばらく走行禁止だ。はい。二人とも大丈夫？規則を守らなかったのは俺たちなんだから、もう二度とレースなんてしないよ。俺も。君たち最初からそうしていれば。じゃあみんな家に帰ろうか。はい。大変なことになるところでした。スピーディーと社員は危険なレースをもうしませんよね。いいことをするってすごく大変。ルーキーとパットがパトロールをしています。よし今日も頑張ろうか。一体どうしたんだ。早く行ってみよう。大変だ、どうしよう。タヨ、パット、どうしてこんなことに。それが、こっちは異常なしだ、どうぞ。こっちも異常なしだ、どうぞ。サイレンの音を聞いて隠れたけど、次捕まったらすごく怒られるよね。ヤッホー。開いてヤッホー。スピーディーと社員だ、危ないよ二人とも。今日も無事に配達しないと。ヤッホー。大変だ、俺たちのせいだよ。この音、パッと早く逃げるぞ。一緒に行こう社員。心配ないよ、俺たちがここに隠れていることは誰も知らないし。それもそうだな、ここはこの社員様しか知らない場所だから。社員。どうした。君たち何度目だと思ってるんだ。何かあったらどうするんだ。それがスピーディーのせいで。なんで俺のせいなんだ。君たちってやつは、これから君たちは走行禁止だ。ひどいよ。もう二度とこんなことしないから、今回だけ見逃してよ。わかった、それじゃあ。さあこれが君たちに与えるラストチャンスだ。これ何なんだ。いいことをしてこの紙にサインをもらってきたら走行禁止を解除してあげるよ。いいこと。いいことと走行禁止に何の関係があるんだよ。今すぐ走行禁止になりたいのか。そうじゃなくて、もし今日中にサインをもらえなかったら、その時は本当に走行禁止だ。
なんでいきなりいいことなんか。一体何をすればいいんだ。よし、早くやってしまおう。今日中に終わらせないといけないから急ぐんだ。そうだよ、工事の手伝いをしてサインをもらうんだ。一緒に行こうよマックス。スピーディー、シャイン、どうしたんだ。俺たち手伝うよ。俺たちを手伝うだって。うん、その代わり終わったらここにサインをしてよ。サイン？まずこの荷台で土を運ぶんだ、うん、この仕事を手伝ってくれたらサインしてあげるよ。このくらい楽勝。待ってよ、俺が先だ。どうも不安だな。早く終わらせてサインもらうぞ。前が見えないよ。スピーディー、もう。待て、待つんだ。この二人何をしてるんだ。でも手伝うって言ってたし。ちゃんと教えてあげて。大変だ。君たち今すぐ出てってくれ。俺たち手伝いたいだけなのに。そうだよ、サインもしてくれないし。二人とも、二人ともどうしたの。話せば長くなるよ。ところで二人はどこへ行くんだ。運行が早く終わったからラビのお手伝いをしに行くところ。手伝い？一緒に遊び場の掃除をすることにしたの。掃除を手伝ったらサインもらえるよね。俺手伝うよ。俺も二人ともどうしたんだろう。さあ、ちびっこバス、タヨ。俺たちが掃除するからみんなも休んでてよ。どうして？一緒にしようよ。いや、みんなはサインだけすればいいから。じゃ、どこかで休んでからまた来てよ。わかったよ。それじゃあお願いするね。よし、今度こそちゃんとするぞ。そうだな。もう全部終わってるよね。どうしたの、ラビー。じゃーん、どうだ。すごいだろ。何よこれ、前より汚くなってるよ。何してるんだ、早くサインしてよ。早くダメよ。サインはできない。遊び場が前より汚くなってるのにサインなんかしないわよ。なんだよそれ、俺たちちゃんと掃除したぜ。そうだよ、早くサインしてよ。ダメだってば。なんでだよ。君たちここで何してるんだ。さっき言ったばかりなのにまた喧嘩してるのか。これ全部社員のせいで。違うよ、スピーディーが汚したからだよ。君たちってやつはもう許さないぞ。今すぐ家に帰るんだ。君たちは今日からしばらくの間走行禁止だ。もし次も従わなかったら二度と外に出られないと思いなさい。そんな、ち、俺たちいいことしようって思っただけなのに。そうだよ、だいたい俺たちが何をしたって言うんだ。よいしょ。あれってさっき俺たちが散らかしたものだ。まだ片付けているのか。俺たち手伝いたかっただけなのに。やっぱり俺たちのせいだよね。一旦早く家に帰ろう。俺たち走行禁止になっているわけだし。あれ、シトだ。シトはどうしたの。お客さんを空港に連れて行かないといけないんだが、タイヤがパンクして動けないんだ。このままだとお客さんたちが飛行機に乗り遅れてしまうよ。もうちょっと待って。どうしよう。困ったわ。1、2、4人くらいだったら俺たちが連れて行けるぞ。でも走行禁止を破ることになるぜ。もし従わなかったら
二度と外に出られないと思いなさい。やっぱりこんなことしちゃダメだ。これでは乗り遅れてしまう。僕飛行機乗れないの？きっと大丈夫よ。社員、俺この人たちを助けてあげたい。俺も。俺たちが空港まで連れてってあげよう。した。俺たちがこの人たちを空港まで連れてってあげるよ。本当か？スピーディーと社員はお客さんを空港まで送ってあげました。無事に飛行機に乗れて本当良かったよ。連れて行ってあげて正解だったな。こんな気持ち初めてだ。タヨとラニだ。二人とも今車庫に帰るところか。さっきやっと掃除が終わったの。俺たちのせいで本当にごめん。大丈夫だよ。それより二人とも走行禁止なのにこんなところにいていいの？ルーキーとパットが知ったら大変だよ。スピーディー、社員、まだ外に出ていたのか。今すぐ止まるんだ。君たち、もう禁止命令を破ったのか。それがわざとじゃなくて。呆れた、また言い訳か。君たち、ここにいたのか。結構探したよ。シータ、さっきはちゃんとお礼も言えなかったから本当にありがとう。どういうことだ、シータ。さっきタイヤがパンクして動けなくなったところをスピーディーと社員が私の代わりにお客さんを空港まで連れて行ってくれたんだよ。おかげでみんな飛行機に乗り遅れなかったんだ。なんだって、使徒の話は本当か。それは、これ何？これは本当に心が優しい車に貼る特別なステッカーさ。俺たち走行禁止を破ったのに。そうだな。でも君たちは怒られると分かってて人助けをしたじゃないか。いいことをするっていうのは心から人助けをしたいと思って行動することなんだよ。だからもう走行禁止も解除だ。ありがとう。よかったね、二人とも。よかった。今後はもうトラブルを起こしたりしないよね。もちろん。もう僕たちは心が優しい車なんだもん。スピーディーと社員は心優しい車になりました。もうトラブルは起こさないようにしましょうね。俺たち最高。親友のスピーディーと社員が遊び場で一緒に遊んでいます。いや、よし行くぞ社員。了解、ここだ。ゴール。やったぜ。やっぱり俺たち息ぴったりだな。当たり前だろ。うらちゃだ。なんであんなに急いでるんだ。あ、学校に行く時間だ。あ、このままだと遅刻だよ。お席。今のはなんだ。やっほスピーディー、シャイン、廊下でスピードを出したら危険だと言いましたよね。さあ、教室に入って。はい。みんなおはよう。みんなおはよう。おはようございます。でも遅刻しなかったぜ。そうだな。さあ、今日は新しい歌を勉強します。先生の後に続いて一緒に歌いましょう。はい。青いよあの高い空。青いよあの高い空。空の上へ舞い上がる。空の上へ舞い上がる。スピーディー、ふざけないでね。はい。さあみんなで一緒に1、2、3。青い夜の高い空。空の上。
ポカポカ日差し高い空、ポカポカ日差し高い空。本当に上手。よくできました。特にいたずらっ子だと思っていた社員見直したわ。あれ？そういえばあなたたち4人とも黄色ね。だからこんなに息が合うのかしら。本当だ。不思議ね。社員と黄色の車たちは先生に褒められて嬉しくなりました。俺たちなんか気が合うんじゃない？そうだね。今まで気づかなかった。僕たちみんなで遊びに行かない？黄色の車たちだけね。いいね。社員、一緒に遊び場に行こうぜ。困ったな。今日黄色の車たちと遊ぶことにしたんだ。なんだって？また今度な。みんな行こうぜ。黄色の車たち、なんか変なの。こんな綺麗な道初めて見た。そうでしょ。花の中でもやっぱり黄色い花が一番綺麗だね。そうだね。蝶々も黄色だ。可愛い幼稚園児たちも黄色い服だよ。ちゃんとついてきてね。はい。世界で可愛くて綺麗なものは全部黄色よね。当たり前だぜ。早くてかっこいい社員様も黄色。可愛いちびっこバス何も黄色。真面目なトトも優しいラビも黄色。その日以来、黄色の車たちはとても仲良くなりました。滑り台でも滑る？いいね。そうだったんだよ。すごい面白い。青色に何色を混ぜると緑色になりますか？黄色です。正解です。よくわかったわね。みんなすぐに行くよね。シャイン、川辺に遊びに行こうぜ。ごめん、今日はラビの掃除を手伝うことにしたんだ。え、シャインが掃除？なんだよそれ。何？スピーディー、遊んでばかりじゃなくてたまには褒められることでもしろよ。行こうぜみんな。ちなんだよ。ちびっこバスタヨ。社員ひどすぎる。毎日黄色の車たちとばかり一緒にいて、もうどうでもいい。よいしょ。俺一人でも楽しいし、いや、よっ、よっしゃ、いや、よ、よっしゃ、よいしょ、ね、いや、一人だと大変だ。社員と一緒の方が楽しかったな。お、タコじゃないか、かっこいい。どこであげているんだ？お。さあできたぞ。ありがとう。おじいさん、俺にも作ってくれない？そうか、どんなタコを作ろうかね。絵も描いてもらえるの？次の日になりました。シャイン、スピーディー、明日俺と川辺に遊びに行かないか？すごく面白いものがあるんだ。すごく面白いもの？うん、社員も絶対気に入るよ。一緒に行こうぜ。わかった。じゃあ明日川辺で会おう。本当か？約束だぞ。うん。じゃあ明日。あ、また明日。明日久しぶりに社員と遊べるのか。みんな、社員こっち来て。いい知らせがあるんだ。いい知らせ？うん、明日みんなで遊覧船に乗りに行くことにしたんだ。うん。あ、本当か？うん、何が乗車券を持っているんだって。社員行くでしょ？もちろん行くよ。社員はスピーディーとの約束を忘れてしまっているようです。
じゃあ明日港で会おうね。うん。翌日スピーディーが社員を待っていますね。社員がこれを見たらびっくりするかな。早く一緒にあげたいな。僕遊覧船って初めて乗るよ。みんなそれじゃあ乗ろう。うん。うん。社員遅いな。あ、よ。ふう。社員いつ来るんだよ。涼しいな。こんな爽やかな気持ち初めてだよ。こんな爽やかな気持ち初めてだよ。私もみんなと来られて本当によかった。やっぱり黄色の車たちは最高だぜ。そうだね。でもなんで気分が浮かないんだろう。何か忘れてるような。社員もなんで来ないんだよ。ん、あっち行けよ。一緒に遊ぶ気分じゃないんだ。あ、ダメ、社員と一緒に凧揚げするんだから。なんだよ、かかってくるのか。ワン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 。あ、ダメ。どうしよう。着いた。着いた。今日はすごく楽しかった。今度また来よう。これから何する？あ、あれ何？ん？これ。タコじゃない？ピリーと社員が書かれているよ。どこから飛んできたんだろう。ああ。すごく面白いものがあるんだ。社員も絶対好きだよ。約束だぞ。そうだった。スピーディー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 。すごく遅くなってしまった。ああ、もう。一体どこ行ってたんだよ。スピーディー、まだいたのか。ごめん、遅くなった。もう、社員は遅刻ばっかり。ごめん、実は俺、スピーディーとの約束忘れていて、黄色の車たちと遊覧船に乗ってたんだ。なんだって？本当ごめん。うん。ち、まあでも社員は忘れっぽいしな。スピーディー、怒ってないのか？うん、それより社員と遊ぶために準備したものをなくしたんだ。ああ、もしかしてそれってこれのことか？うわあ、どうやって見つけたんだ？それはタコが俺のところに飛んできたんだよ。本当か？やっぱり俺たち最高の友達だ。当たり前だろ。社員、そういえば遊覧船は楽しかったか？うん、でも俺、スピーディーと遊んでる方が楽しいや。ん？ちぇ、黄色の車たちとばっかり遊んでるくせに。黄色の車たちも好きだもん。今度はみんなで遊ぼうぜ。ああ。やっぱりスピーディーと社員は一緒にいるだけで楽しい親友なんですね。